海高型船艇とは、海上自衛隊が運用していた高型船艇の緩急1957年、1961年及び1962年度計画において4隻が建造された。本型では、先行する昭和29年度計画艇の運用実績から高校性能を向上させるとともに、設計を合理化した。なお基本設計については、 二十九年度定では、船舶設計協会が行っていたが、本型より防衛庁技術研究所に関されており、計画番号は計百三バイトであった。基本的には二十九年度計画をもとに大型化した設計であり、線形は同じ平らか半端型である。二十九年度定では、極端な薄板による精緻な設計が、高数の増加を招いていたことから、 監視部は2.9から3.2ミリ圧であったものが4.5から6ミリに、また水線下も4.5ミリから8ミリに増圧したが、やはり全体に薄板構造であったことに変わりはなかった。また29年度定では、風圧側面積減少を図るため環境と乾板室が分離されていたが、高天時の管内連絡の便が悪くなり、また、 艦内の十分なスペースが確保できない等の欠点があったことから本型では前後の上部構造物が一体化されて工天時にも容易に行き来できるようになった。戦闘区画や主管室などの一部に冷房が導入され居住区も拡張して居住性も向上している。ただしこれらのために重心が上昇して復元性の悪化をきたし、海高、大高は 約15トンの固定バラストを搭載した。また、後続艇では上艦パン板圧の変更など、偽装も含めた再検討による重心効果策が順次に講じられた。本型では環境にウィングを設けたほか、最終4番艇、熊高のみ、司令部設備を設けるため、上部構造物を後方に2.5メートル伸ばして、司令部署務室を設けている。また34年度艇以降では、 高数低減と重量軽減のため、上部構造物の側壁にコルゲートパネルが採用されている。主機関としては、カモメ型とほぼ同構成の比較的大重量の中速剣道ディーゼル式を採用しており、三井造船がデンマークの B&W 社とのライセンス契約のもと、製造した635ベブーマイナス45型に、 サイクル単動直列6気筒排気ターボ下級機付き、トランクピストン型ディーゼルエンジンが搭載された。これは、前年度計画で建造された、オツ型警備船、稲妻の950ベブー60型の半分の気筒出力を持つ、姉妹機関として開発されたものであった。事故逆転機構を備えており、推進機に直結されている。 使用燃料は普通のディーゼル機関用の1号 A 重油であった。ソナーとしては29年度定と同じく 25.5kHz 級操作式の SQS-11A を 40mm 基準の直下の船底に装備した。これに対し、レーダーとしては29年度定ではアメリカ製で X バンドを用いるアン、SPS-5B を備えていたのに対し、 本型では国産で C バンドを用いるオプス -16 とされた。また本型以降、電子線支援のための電波探知装置が搭載されており、1957年度計画で建造された最初の2隻では上部構造物後端に直接、また1961年及び1962年度計画で建造された2隻では支柱の上に設置されている。 広角基銃システムは29年度定と同様で、全甲板にマーク 140mm 連装基銃を備えた。これはマーク63砲射撃式装置によって射撃式を受けており、砲移板は環境トップ、射撃レーダーは銃側装備とされていた。また、その後方の環境構造物直前にはヘッジホックマーク10対戦迫撃砲を 完備に54式爆雷投下機場が両下に1機ずつ配置する点も同様である。ただし29年度定では5間般に配置されていた55式爆雷投射機に代わって誘導装置を備えた対戦単魚雷が採用された。前期建造艇2隻では4 8 3ミリ径のマーク32単魚雷を投射する単魚雷落ち射機が採用されたが、 後期建造艇2隻では、アメリカ製で324ミリ口径のマーク32をライセンス生産した68式3連装、単魚雷発射艦に変更された。これは、以後の海上自衛隊の警備艦艇で、標準的な装備となったが、本型及び水取り型区船艇が初装備艇となっている。前期建造艇は、大港地方隊、第三区船隊、後期建造艇は、 佐世保地方隊、第五区戦隊に編入され、沿岸防備等に活動した。なお、第三、第五区戦隊は1961年10月1日付、対番号改正により、第五、第三区戦隊にそれぞれ解消している。その後、1980年から1985年に、逐次特務艇に種別変更された。ありがとうございます。